皆さんこんにちは。こちらはチェコ北部リベレツという町の郊外にあります、ホルニーハニコフという路面電車の停留所です。今画面の奥の方に映っていましたあの山ですけど、あれはイェシュチェルという山で、山の頂上に電波塔が立っています。この針のような形をした電波塔ですが、あの中はホテルとかレストランが入っていまして、観光地としても人気のある場所です。こちらのホルニーハニコフの停留所、ご覧のように、停留所のすぐ横に、ゲレンデ、スキーのゲレンデがありまして、スキーを楽しめるようになっています。で本日この動画ではですね、こちらのホルニーハニコフからこの路面電車3番の路面電車、これに乗車しまして、反対側のリドベーサリ、人民公園という意味ですけどね、そこまでの区間と、それからリベレツの街の夜の様子をご紹介しようと思います。最初に地図をご覧に入れますけど、こちらがその赤い印がついているところがリベレツ、チェコ北部ドイツとポーランドの国境に近いところにある街です。で拡大してこの今回のルートをご紹介しますけれど、この一番左下のところですね、スタートのところ、こちらがホルニーハニコフ。で、この右上にありますツィール、ツィールというのはゴール、目的地という意味ですけれど、こちらがリドベーサリ、ということになります。で、このリベレツの街の中心を通りまして、この右上といいますか、この北東ですかね、北東の方にあるこの路面電車の終点までの区間、そして、リベレツの街の中心の夜の様子をご紹介していきます。このチャンネルでは何回かご紹介しましたけれど、このチェコの路面電車はすべて終点がループ線になっていまして、このループ線をぐるりと一周することで、この電車は車両そのものの進行方向を変えることなく元来た方向に戻っていけるようになっています。でここのところも同様で、今ご覧の通り、そのゲレンデの左側の手前にループ線があるわけですが、そこをぐるりと回ったこの電車が折り返しの反対側のホームに入ってきたところです。当然この車両は常に同じ方向に進んでいきますので、反対側の後ろ側には運転台というものが必要ないということになります。従いまして、この後ろ側がどうなっていましたいるかといいますと、このようにガラス張りになっていまして、そこに立っていますと後ろの景色をこう眺めていくことができるようになっています。で、あそこにゲレンデ、もうだいぶ日が暮れてきてますけど、まだだいぶかなりの人が滑っている様子がわかると思いますが、これからナイタースキーとかやるんですかね、ちょっとその辺はよくわかりませんけれど、奥の方にはその山の稜線、太陽がすでに向こう側に沈んでいますけれど、イェシュチェルのこの電波塔が見えています。でこのリベレツなんですけれど、チェコで5番目に大きい町です。人口は10万人ほど、10万人で5番目の町って言うと、だいぶなんか日本の感覚とはだいぶ違うような感じがしますけれど、チェコではですね、チェコのその面積ですね、面積、国全体の面積は日本の北海道とほぼ同じなんですね。で人口がですね、合計で1000万ということで、北海道500万ですから、ちょうど2倍に当たります。で最大の町はプラハ、首都のプラハで人口100万人ぐらいですね、国の人口の1割ぐらいがその首都のプラハに住んでいます。でそこから上からこう人口順に並べていきますと、このリベルツが5番目の町といいますと、すでに人口は10万人ということになります。でこれ撮影しているのが12月26日なんですが、時刻は午後4時ぐらいですね。で4時といいますと、もうこのように日がほとんど暮れかけていくということになります。チェコはだいぶ緯度が北でして、北海道の北の外れと同じぐらいに位置していますので、冬の12月22日、冬至に近い時期というのは、日が非常に短いということになってしまいます。で本来はですね、あそこのさっきのご覧に入れたこのイェシュチェルの上で、あそこのイェシュチェルは実はですね、ロープウェイが通じています。さっきのホルニーハニコフの停留所から歩いて30分ぐらいかかるんですけれど、30分ぐらい歩きますとロープウェイの乗り場がありまして、そこからロープウェイに乗ると、あそこの山の展望台じゃなくて電波塔ですね、電波塔の麓まで一直線に行くことができるというようになっているんですけれど、本日ですね、ちょっといろいろ寄り道をしていたら、もうすでにこんな夕暮れの時間になってしまいましたので、今回はそこのイェシュチェルに登ることはちょっと割愛ということにさせていただきました。で代わりにですね、このリベレツの街の夜の様子ですね、夜景が結構、これクリスマスの直後で、クリスマスの装飾がまだ残っていた時期でしたので、結構綺麗な装飾を楽しむことができるかと思います。で実はイェシュチェルの展望台ですね、あそこは展望台じゃない、電波塔ですね、電波塔なんですが、歩いて登ることももちろんできるわけですね。で登山道がいろんなところから通じていまして、ロープウェイで登っていって帰りは歩いてくるというのが一番最高なパターンなわけですけれど、日が暮れてしまうと歩いて降りるということはやっぱり難しいということですね。で夏だったらそういう楽しみ方もできると思います。まあ冬でもね、朝から行けばそれが可能だということですね。でこちらのリベレツのトラムですけれど、この日ずっとこう乗ってみましたら、車両はすべてタトラの T3 型ですね、タトラ T3 型。このトラムはですね、今乗ってるやつもそうですし、さっき外からの外観をご覧に入れましたけれど、
世界各地といいますか、旧共産圏ですね、旧共産圏各地に輸出されていまして、ロシアから北朝鮮からそれからこの東ヨーロッパの各国ですね、で広く活躍している車両です。ただもう車両がだいぶ古くなってきていますので、廃車になったりあるいは改造されたりして、近代化アクモ改造とかね、あるいは低床化改造とかいろいろな改造を受けている車両も多くなってきています。で通常ですね、チェコには路面電車が走っている街がこの他にですね、プラハ、ブルノ、オストラバ、オロモーツ、それからプルゼンと、それからリベレッツと、あと北部のモストというところですね、モスト、その6つの町で、この路面電車が活躍しているんですけれど、大抵ですね、いろんなタイプの車両が混合されて使われているんですが、このリベレッツの車両は この日乗った限りでは全て、タッタラ T3 型、この1種類だけでしたね。でひょっとしたらこれ休日で減便ダイヤになっているので、このタッタラ T3 型、1両編成のトラムということで、これが集中的に使われていたのかも分かりませんけれど、他のタイプはこの日はね、全く見ることができませんでした。まだだいぶ遠くの方にだいぶ遠ざかってきました。イエシテの山陰がこう見えていますけれど、もう間もなくですね、まだ先かな、もうちょっと先に行きますと、このリベレッツの市街に入っていきます。でこのリベレッツの路面電車ですね、今乗ってるのがこれ3番なんですけれど、この他に5番とそれから11番2番という系統があります。ただし路線の方はですね、この今乗ってるこの、さっきのホルニーハニコフからリドベーサディまでですね、この1本とそれからその途中から町の中心のフィグネロバーというところから分岐して、10キロぐらい東にあるヤブロネツナズ2層というところですね、ここを結んでいる路線、この2本だけということになっています。で他の途中から発着する系統がありますので、系統としては4種類がありますけれど、路線としてはこのちょうど T 字型といいますかね、この一つの線があって、その中間から別の線が分岐している。ただその分岐している線は隣町まで行きますので、結構10キロ程度の長い路線になっています。でそれがですね、その分岐して隣町のヤブロネツナズ2層まで行く路線はですね、現在回帰の工事を行っています。回帰って言いますと、この要するにレールの期間を変更する工事ですね。で以前はですね、この今私が乗っているこの路線ですね、ここは標準機1435ミリで、そのヤブロネツナズ2層を結んでいる線はメーターゲージですね、1000ミリのメーターゲージということで長い間運行されてきたんですけれど、そのメーターゲージをですね、こちらの1435ミリ標準機に統一するという工事を今やっていまして、そのヤブロネツナズ2層まで行く路線は途中までで運休、途中から運休でバス代行というふうになっています。でその関係でですね、そのヤブロネツナズ2層から来ていた路線もこのリベレッツの街の中に乗り入れてくるということで、このリベレッツ市内は全然3線機以上になっています。つまりその標準機の他に、このメーターゲージの車両も通れるということになっていまして、その様子をこの先、ご覧に入れることができるかと思います。で今このくぐったのはですね、これ鉄道の陸橋ですね、西の方のチェスカーリーパー、それからジェチン、そちらの方を結んでいる鉄道の下を今くぐったところです。でだいぶさっきの山の上に比べて、この家が増えてきましたね。で市街地が近づいていた感じが、ご覧いただけるかと思いますね。今またすれ違っていった便がありましたけど、あれまた例えば T3 型の低床化改造車ですね。車両の中央部をこう低床低い床にしてですね、このプラットフォームから直接車椅子とかベビーカーとかね、そういうものを持って乗車しやすいようになっている、そういう改造車ですね。でそのヤブロネツナズ2層まで行くそのメーターゲージですね、これを回帰して標準機1435ミリに統一しようという工事を今やっているために、路面電車が途中からバス代行になっているというお話をしましたが、それは前回の動画でその様子は撮影してすでにアップしていますので、その動画はですね、この画面の右上の白い丸のところからリンクをたどれるようにしておきます。でそれが回帰されて標準機になってしまいますと、当然このメーターゲージというのは必要がなくなるということで、すでにですね、そのヤブロネツナ2層までの途中のブラティスラビッツェというところまでは回帰が完了して1435ミリで開業しているということで、もうすでにこの町のトラムからですね、この昔あったメーターゲージの車両の運行はすべて終了ということになってしまっています。で昔私が来た時にはね、まだメーターゲージの車両が残っていて、この3線機上のね、メーターゲージの方を使って走る車両と標準機を使って走る車両の両方を見ることができたんですけれど、残念ながらもうこの時点では、全て標準機の車両に統一されてしまっているということですね。
でこの次の停留所からもう間もなく行きますとビアドゥクという停留所があります。ビアドゥクってですね、ちょっと発音が難しいですけど、そこはですね、ビアドゥクっていうのはあの鉄道の大きな橋、レンガ橋というかあの石の橋ですね、石橋のことで、実際にその石橋の麓にある停留所ですね。でそこには回転線がありまして、何番だったかな、あとヤブロネツナズ2層の方から来る電車は多分そこまでしか入ってないんじゃないかと思いますね。でそこの回転線のところを過ぎますと三線機場、この後ろの景色にもですね、三線機場の様子をご覧いただくことができると思います。ここの右側に回転線がありまして、右からこう合流してきた線路はこの、右の線路のすぐ左に1本もう1本別の線路が敷かれているのがお分かりかと思いますが、こちらがこのメーターゲージの線路ということですね。で今このドーム型のこのなんかトンネルの中をくぐりましたが、これは実は鉄道の橋でして、この上に、北のドイツの方へ、ね、連絡している国際連絡鉄道がですね、この上に走っています。まあ、国際連絡鉄道といいましてもね、あの特急列車とか優等列車が走っているわけではなくて、ローカル列車、快速ぐらいは走っていたかもしれませんけれど、それぐらいの列車しか走ってない路線ではあるんですが、一応あの国境を越えて隣の国に連絡している鉄道ということですね。でご覧の通りこの辺はメーターゲージと標準機がですね、こう併設されているということで、このような線路配置になっています。ただしこのメーターゲージですね、この中央のちょっと右寄りに設置されているこの線路はもうすでに使われなくなってしまっています。で今到着したこの駅ですね、こちらのナードラジーという停留所ですね。で停留所、このナードラジーというのは駅という意味でして、実際にこの停留所のすぐ前に鉄道の駅があります。鉄道のリベレツ駅ですね。で今後ろから来ているあのバスですね、あのスチューデントエージェンシーという、今レギオジェットって名前が変わったんですね、のバスで、プラハに行く長距離バスではないかと思いますね。で今この正面に映っているあの建物が、リベレツの駅です。ここが鉄道のこの町の一番中心になる駅ということですね。でこの駅の前から坂をこう下っていきますと、いよいよ市街地の中心部に入っていくということになります。でこのリベレツはですね、あんまり見どころのない町でして、さっきご紹介したあのイエシチェとですね、あそこの山の上の針みたいな展望台、あの電波塔が立ってたところですね、あそこと、あとその他はですね、まあ、中心のあの市庁舎とかそういうのも結構見応えのある建物ですね。それからですね、もっとこの路線のトラムの路線の先の方に行きますと、昔温泉だった建物を利用した美術館とか、あと北ボヘミア博物館とかね、そういうのがありまして、この路線の終点のね、リドベヤサジというところにはあの動物園がありますね。それくらいじゃないですかね。あとはまあそんなに観光地ではないんで、この観光のためにここを訪れるという方はほとんどいらっしゃらないんじゃないかと思いますね。でただあの町からちょっと離れますけど、イーゼルスケホリという山が山地がありまして、これあのポーランドとの国境になってますけど、これあの非常に綺麗なところですね。これハイキングをしたりするのはなかなか楽しめるところです。で今発車したこの停留所ですね、これあのリブニチェクという停留所で、ここを出発しますといよいよ町の中心に入っていきます。でこの辺からだんだんですね、この車道の真ん中を走っていたこの線路が、車道というよりかはこの歩道と車道の区別がだんだんこうつかなくなっていくような感じでして、大きな歩道のものすごいこう広い歩道の中、歩行者天国のようなところの真ん中を線路が走っているような感じになっていきます。なんかいかにもこう街の中心といった感じですね。でただこう車両の乗り入れが、車の乗り入れが禁止されているというわけではないかと思います。一般車はもしかしたら入れないかもしれませんけれど、あの事情のある車は入れるんじゃないかと思います。で今このカーブ、ちょっと急なカーブをこう曲がっていますけど、これを曲がり切りますといよいよフィグネロバーという停留所がありまして、ここがこの街の中心の一番中心に一番近い停留所ということになります。で今この画面に映ってませんけど、この左手に大きなあのショッピングセンターがありますね。でチェコではですね、あのこの12月の24、25、26のこの3日間はクリスマスの休暇といいますか祝日ですね、あの国の祝日になっています。であのチェコではその国の特にその宗教関係の祝日ですね、これに関しては売り場面積が200平方メートル以上の店舗は全て営業してはいけないという法律がありまして、そのために今この画面の奥の方にシネマシティってありますけど、あのすぐ左手にショッピングセンターあるんですけど、これもこの日はね26日はあの
営業していないという状態ですね。今これテスコが映ってますね。このテスコもあのスーパーマーケットですけどね、これも閉まっています。で、まあ、この左手のこの赤いなんかこう構造物がありますけど、これはのバスターミナルですね。あの近郊に行くバスの近郊というか、あの市内バスですね、市内バスのターミナルで、昔はあそこでこう回転していく路面電車もあったんですけど、その路面電車の回転場は今も残っていますけど、多分今は使われていないんじゃないかと思います。でその町の中心に近いこのフィグネバー、まあ、フィグネバーはそこのさっきの停留所はあの交通の要衝といいますか、この市内交通の中心地のようなところですね。でそこを出まして、今この辺のですね、実は右手の奥の方に市街地が広がって、市街地というかあの旧市街の広場があるんですけれど、でそこはですね後でご紹介します。で今このまた電車とすれ違っていますが、この右手にまたショッピングセンターがあります。でこちらも当然ね、クリスマスの休暇祝日ということで、今日は営業していないという状況ですね。でこの右手の建物にはあの奥の方に恐竜が屋根の上に乗っかっているのがあのちょっと見えるかと思いますけど、あそこにあのディノパルクというね、恐竜のテーマパークがあります。でこのディノパルクってあのチェコの国内何箇所なんだろうな、多分 5、6 箇所あると思いますね。でスロバキアにもあって、あとロシアにも確か1箇所あったかな、あとどっかスペインの方にもあったような気がしますけどね、結構あのチェーン店ではありませんけど、なんかそういうような感じで 全ヨーロッパ展開をしている、まあ、全ヨーロッパっていうほどじゃないかな、あのない国の方が圧倒的に多いんですけど、そういうあのテーマパークですね。で私もあの子供が小さい頃よく、子供を連れてですね、このリベレッツのこのディノパルクも来たことありますし、プラハとか他の町の、ところにもね何回かこう訪問したことがあります。で、こちら今だんだんまた市街地から市の中心から外れまして、郊外の方へ向かっていく感じになっています。でこのリベレッツの町はその市の中心が一番真ん中の低いところにありまして、そこからこのトラムに乗りますと両側がその市の中心からはですね、この上り坂を上がっていくような感じになっています。でこちらもですね今だんだんこう坂を上って、この辺ちょっと下ってますかね、一部下りになってますけれど、この先ずっとまたさらに上り坂が続きまして、その上り切ったところにですねリドウェイサリー、リドウェイサリーっていうのはあのその停留所の名前なんですが、あの人民公園という名前ですね。おそらく共産主義の時に作られた名前ではないかと思いますけれど、そういうその同じ名前のついた公園、そしてあの動物園がね、ありますね。で動物園、まあ、この時間ではおそらく、まあ、今日はおそらくね営業してないんじゃないかと思いますけど、12月の26日ですからね、祝日ですので、多分やってないんじゃないかと思います。まあ、やってたとしてもこの時間ではもう、入れないですね。あ、今右手にあの小さな機関車、あの蒸気機関車が見えましたけど、あそこはあの技術博物館ですね、テクニツケムゼムというふうにチェコ語で言いますけど、技術博物館があります。で今泊まったこの停留所ですね、これあのガレレラージネということで、このラージネってそこに今書いてありますね。でこれ昔ですね、あの温泉の建物だったんですけれど、温泉というかあの いわゆるスパですね、スパで、その建物として建てられた20世紀の最初、1901年か2年ぐらいに使われたこの建物ですね。で今はですね、その浴場としては使われてなくて、それをあの改造して美術館にしているというものです。でこの右手にもね、右手に今見えている建物、これがあの北ボヘミア博物館ですね。後でこのゆっくりご紹介しますけれど、でここから先はなかなかね、この雰囲気のいいところをこう走っていきますね。この両側に、通常のこれ住宅などだと思いますけど、特に博物館とかそういうものじゃないかと思いますが、この感じのいい建物がこう林立している区画になっています。でこのリベレッツのトラムももう随分前に私来て1回乗ったんですけど、その時はあんまりこのね、周囲の景色あんまり気を配らなかったんで気づかなかったんですけど、今回来てみてね、あ、これなかなかいいところだなと思ったわけですね。でもしねリベレッツに来る方はいらっしゃらないかと思いますけど、ね、もしいらっしゃったらこの辺結構散策してみると、結構楽しめるんじゃないかなというふうに思います。でこの辺のですね両側に確かあの池があったんですよね。でその池がこの日は凍っていたはずですね。あの朝気温が、マイナス10度まで下がって、日中でもマイナスで0度を上回らなかったので、この池とか全部ね凍って、場所によっては多分池であのスケートとかそういうことができるところもあるかと思いますね。でこちら今また上り坂で続いていますが、だんだんこちらも上の方にこう上がってきた感じで、あの遠くの方にさっきね、麓に言いました、イエシテッドですね、もう小さくですけど見えてますね。あ、このトラムはあれですね、クリスマス塗装の、イルミネーションがついてますね。
でプラハでもね、ああいうトラムが走ってますけどね、走ってますけど、もう今1月13日で、今日編集してる時点ではね、運行終了しているかと思いますけれど、プラハでもクリスマスの前後の時期は、あのようなイルミネーションのついたトラムを運行していました。であの一番奥の画面の一番奥のあそこの稜線のところですね、あのさっきのイエシテッド、あの針のような展望台が、あの電波塔が乗っていたあの山が遠くに見えています。でもだいぶこちらも山の上、山というか丘の上にこう上がってきたような感じがしますが、でここのところですね、こう左に急カーブをしていきまして、これを曲がりきると終点のリドベサディ、という終点の停留所になります。こちら側はこの終点まで3線基準になってますね。メーターゲージの電車がここまで乗り入れてくることができるようになっています。でこう終点ですからね、こう下車するわけですけれど、この停留所のポールを見ますと、ヴィーストゥプニーということで、ヴィーストゥプニーというのはあの下車用という意味ですね。で、この奥の方にまた回転場があって、そこを回って、この電車はまた折り返していくということになります。で、まあ、その左側に見えているあの建物が動物園の入り口ですね。で、ここ今、その右側にあるこの建物の裏側に多分、リドベサディというその人民公園と呼ばれるね、公園があると思います。で、こちら奥の方にもなんか大きな団地が建っていたりして、なかなかこう雰囲気のいいところですね。結構このリベルツってやっぱり、ね、その観光地じゃないんですけれど、こう歩いてみるとなかなかいいところがありますね。それではね、ここから帰りはですね、トラムに乗らずに、まあ一部トラムに乗りますけれど、歩きとトラムの乗車をこう合わせてですね、この沿線の様子、中心までの様子をちょっとご紹介していこうと思います。で向こうから今終点のリドベサディからこの出てきたまた3番ですね、ホルニーハニコフ行きの、トラムが出発していくところです。こちらはまた下から登ってきたリドベサディ行き、このイエシテッドのあのシルエットをバックに、こう走っていく例えば T3 型、なかなかこの絵になる光景かと思います。であの先の左にカーブがありまして、そのカーブを曲がったところがリドベサディ終点の停留所ということになりますね。ほぼ90度に曲がってますね、ここね。今上から降りてくるのはまたこれあのリドベサディからホルニーハニコフに向かっていく電車で、さっきあの前区間ホルニーハニコフからここに乗ってきたあの電車ですね、同じ車両が戻ってきたというわけですね。でここから乗りまして、この一つ先の、ね、停留所、あ、ここですね、これがこのガレリア・ラーズニエ、この温泉美術館と呼ばれる停留所でして、でこの前にですね、こういろんな結構いい建物がありますのでご紹介していきます。まずこちらですけど、これあの北ボヘミア博物館ですね。あの塔の上とかの登ったら結構景色が良さそうな感じですけどね。でこれおそらくね、博物館として建てられたものだと思いますね。確かそういう説明だったかと思います。でこちらがさっきご紹介した、さっきもちらっとご紹介しますけど、もちろんもともとこの温泉浴場として建てられたもの、1901年2年だったかなに完成したものですね。でそれが今は温泉としては使われていませんで、の中が改造されて美術館になっています。でここに今書いてありますこのラーズニェというのは、これ実は温泉という意味なんですが、ただねこれ温泉が湧いていたのかどうか、あの沸かし湯だったのか、あるいは光線だったのか、それにちょっとね確認しようとしたんですけど、結局ね分からずじまいだったんですよね。もっとあのよく調べれば もしかしたらデータどこかで出てくると思うんですけど、まあ、いずれにしろそういう目的で建てられた建物をその改造してですね、美術館として使っているというものですね。でこちらが技術博物館です。テフニツケムゼウムということですね。であそこに鉄道の信号機がこう置いてありますけれど、この建物の前だけね、フリーで公開されてますので、そこだけ見ていきますが、この右側にこれ雪上車ですね。で昔私あのスキー場でゲレンデ整備とかやったことあるんですけど、これに似たようなあの雪上車に乗った覚えがありますね。でこの奥の方を見ますと、あそこにあれはなんかね SL のなんか出来損ないみたいな感じですけど、これ何なんだろうな、ちょっと、ね、説明がなかったんでよく分かんなかったんですけど、なんか面白い形のね SL が止まっています。でこちらですけどね、これはあのアドルフと呼ばれるあだ名がついているこの機関車でして、もともと砂糖 その工場への引き込み専用に1882年に作られたもので、1976年まで活躍していたんだそうです。その後ですね、リベレツの駅に放置されていたのを、
2017年にね、今現在の場所に移して展示しているという説明でした。町の中心に戻ってきました。この右手にプラザと呼ばれるこのショッピングセンターがあります。でこのショッピングセンターの裏側に旧市街の広場があるんですけれど、で本来だったらこのショッピングセンターの中をこう通り抜けていくことができるんですが、さっきもお話しした通り、こちらのショッピングセンター今日は営業していないということで中を通り抜けることもできませんでした。従いましてこの建物全体をね、こうぐるりと回っていくような感じになりました。で今この右の方にこの高い塔がシルエットになって見えてましたけれど、あれが市庁舎の建物です。これからそちらの方へご案内していこうと思います。でこれがさっきのね、トラムの停留所の方から抜けてくると、ここの入り口に出てきますね。でこの今正面の建物ね、今横から見ていますけど、これが市庁舎です。リベレツの市庁舎で、この裏側にですね、こちらですけれど劇場がありますね。これシャルディ劇場と呼ばれる劇場、おそらくリベレツで一番大きな劇場ではないかと思います。でチェコというところはこの演劇が非常に盛んでして、街の各地にですね、こういう劇場、大きなものから小さなものまでたくさんあって、頻繁に演劇が催されています。でこちらの広場ですね、これがこの街の中心の広場で、ドクトル・ベネシュ広場というふうに呼ばれていますね。ドクトル・ベネシュというのはこれ人の名前でして、チェコスロバキア共和国の、2代目の大統領だった方です。で初代の大統領のマサリクさんという方は非常に有名で、どこの町にも必ずそのマサリク広場とかマサリク通りとかそういうのがありますけどね、プラハに行きますと有名なマサリク駅というね、ターミナル駅がありますけれど、でこの2代目の大統領の名前を付けた広場というのは私は初めて見ましたね。他にもおそらくあるんだろうと思いますけれどね。でこちら今正面に映っているのがこの市庁舎の建物、調べてみましたらね、ネオルネサンス様式というその様式の建物だそうです。だから私はその建築のこと全然わかりませんので、その書いてあるのを見たらそうなっていたという、それ以上のことは、申し上げることはできないわけなんですけどね。でこのバックの空の感じがね、こう濃い青になってきて、こう非常にいい感じですね。いい時に来たなというふうに思いました。こちらの上に乗っかっているのはトラバントと呼ばれる昔の東ドイツ製の車ですね。それを改造してこの足を取り付けたなんかモニュメントですね。でこれが広場の前景の様子です。それでさっきのね、トラムの路線の沿線まで戻ってきました。こちらの今トラムがゆっくり走ってますけど、左手、この建物から今ここからは見えませんけどね、フィグネロバーというこの市内交通の、一番中心になる停留所があります。でこちらのショッピングセンター至近距離に2つありますけど、両方ともね営業はしていないですね。でここの今映ってるのがフィグネロバーの停留所ですね。その停留所を出発してくる、このトラム、これ11番ですね。11番ということはヤブロネツナデ2層の方からやってきたものですね。でこれはこの先ずっと行きますけれど、さっき途中でご紹介したビアドゥクトですね、あそこまでの運行ということになっています。昔はこの狭軌線、メーターゲージの車両を使って運行されていた系統です。ただし現在はですね、さっきもご紹介した通りメーターゲージは廃止されていますので、標準機のものということになりますね。でこの線路はですね、結構残ってるんですね。線路いちいち全部引っぺかす必要はありませんからね。ただ一部このご覧の通りその手前のところね、埋められているところがありますよね。でこれがその三線機場の複雑なポイント、複雑なっていう感じはあんまりしませんけれどね、結構複雑な機構かと思いますが、このような構造になっています。でこちらですけどね、これ大きな時計がありますけど、この赤い建物のこの周辺にねバス停がたくさんありまして、この市内バスですね、市内バスのそのターミナルのような役割を果たしています。で今この11番のトラムがそこの下をくぐり抜けまして、ヤブロネツナデ2層行きになってますけれど、実際には途中のブラティスラビッツェというところで、そこから先はバス代行運転ということになっています。でこちらですね、今フィグネロバのさっきの停留所からこのリドベーサディの方へのに向かって登っていくところですね。この建物の間をこう走り抜けていく路面電車を撮影してみました。今度逆に上から降りてくる車両で、これはあれですね、クリスマスのイルミネーションを搭載した、
車両ですね。これ撮影した時はついてましたけど、今これ編集しているのが1月13日ですので、もう今のこの時点ではね、これ撤去されてやってるはずですね。でこちら再びこの旧市街の中心の広場ですね、さっきのドクトル・ベネッシュ広場のところまで戻ってきました。さっき濃い青だったこの空がね、完全に暗くなっているのがお分かりかと思いますね。でこちら今ご紹介しているのはこれトラムの車内のこの低床下部分ですね。こちらに券売機などがこう設置されていまして、車椅子とかベビーカーとかね、そういうものを置けるようなスペースがあります。でこの市内の中心のフィグネロバの停留所を出発して駅の方へ向かっていくトラムですね。それではね、この日私は6時過ぎの急行列車に乗ってこのリベレッツを立つことにしていたんですけど、これまだね、なんかもう深夜のような雰囲気ですけど、まだ実はね6時前なんですよね。まあ、北国ということで日の入りが非常に早いですね。でこちらがそのリベレッツの駅の駅舎の中の様子です。それではね、この動画はここで終了ということにさせていただきます。本日は皆様最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。